はい、ちくわでーす。今回はね、超期待の新作パズルゲームでありますエレメンタルストーリーワールドの事前登録が開始されまして、そのね、事前登録報酬がね、かなり豪華なので、情報をね、共有したいと思います。で、そもそもね、エレメンタルストーリーワールドってなんじゃいという方は、別動画でね、エレメンタルストーリーワールドの魅力をね、解説した動画がありますので、ぜひね、ご覧いただければと思います。でですね、このエレメンタルストーリーワールドがなぜね、これだけね、めちゃめちゃ期待されてるかと言いますと、別動画でも紹介しておりますけれども、まずはね、第一に、東京ゲームショウに出展された作品ということになりまして、やはりね、東京ゲームショウに出展されるということは、それだけね、多くの人に認知されるということですので、それだけね、多くの注目が高まります。そして、こちらのゲームはね、もともと Web2 ゲームとしてのね、スマホゲームだったんですけれども、その時ですでにね、1500万ダウンロードを誇っていまして、これだけのね、人気ゲームが NFT ゲームとして生まれ変わるということで、既存のね、ユーザーが押し寄せる可能性が十分にあります。で、そしてさらにね、運営している会社が、あのね、誰もが知る超人気 NFT ゲームであります、プロジェクトゼノを開発するクルーズブロックチェーンラボという会社が手掛けている新作のゲームであるということになりまして、で、このね、クルーズブロックチェーンラボでもね、プロジェクトゼノに続く作品ということで力を入れているようで、プロジェクトゼノの公式 X でもエレメンタルストーリーワールドのね、情報を発信しておりまして、プロジェクトゼノのね、ユーザーがエレメンタルストーリーワールドに流れてくるという可能性も十分に考えられます。ともはね、期待しかないゲームとなっていますので、もうこちらのゲームはね、必ずチェックしていただきたいというゲームになっています。でね、お待たせしていますけれども、こちらね、事前登録報酬と言いますのが、こちらに、ね、書かれていますように、稼げるキャラが必ずもらえるというキャンペーンをやっていまして、このね、キャラクターを使ってプレイをすることによって、上限はね、1000円分ではありますけれども、換金可能な PU コインを獲得できるということみたいで、でね、このキャラクターが NFT かとかちょっとわからないんですけれども、まあね、NFT ゲーム初心者の方だったり、ゲームをプレイして稼ぐということをしたことがない方はね、ゲームで稼ぐという仕組みがね、理解できるいい機会かなと思いますので、ぜひね、忘れずに登録の方しておきましょう。でね、エレメンタルストーリーワールドの公式ホームページもどんどん進化してまして、こちらにね、マイページというものができまして、こちらね、入ってログインしていただきますと、まあ、こんな感じでね、エレメンタルストーリーワールドのページに飛ぶんですけれども、まあ、こちらでね、自分が持っているキャラクターとかをまあ確認できたり、あとはね、このマーケットマネーというものも確認できます。で、このね、マーケットマネーっていうのは、プロジェクトゼロでも使われていたお金になりまして、これをね、持っていることによって NFT を購入したりできます。で、このね、マイページからこちらをクリックしてもらいますと、まあ、こんな感じでね、簡単にプロジェクトゼロの方のね、マイページでも飛べまして、なので、プロジェクトゼロの方でね、このマーケットマネーを持っていれば、エレメンタルストーリーワールドでも使えるという感じなんだと思います。でですね、さらにね、プロジェクトゼロをプレイされている方は、このね、エレメンタルストーリーワールドを事前登録をすることによって、このね、500U コインをもらえるというキャンペーンもやっていまして、まあ、ここでもね、書かれているようにね、もはやゼロユーザーなら応募しない理由はありませんと書かれているように、事前登録をするだけでね、500コインもらえますので、ぜひね、忘れずに事前登録の方をお願いします。はい、ということで、超期待の新作パズルゲームであります、エレメンタルストーリーワールドがね、事前登録が始まっていますよ、というところをね、ご紹介させていただきましたけれども、でね、このエレメンタルストーリーワールドのリリース予定日は、2023年12月の26日を予定しているということみたいですので、非常にね、キャンペーン方針も豪華になっていますので、かなりね、期待されてるゲームですので、ぜひね、必ず今のうちにね、チェックしてみてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。この動画がいいなと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。